で、これでね、緩めてあげると、内側狙った方と外側でね、結構変わってきてて、股関節を内旋させているもの、脛骨を外旋させているもの、ここをしっかり狙っていくってことがすごく大事になってますね。はい、松田圭太です。動画をご覧いただき、ありがとうございます。今日もですね、痛みのなさ、筋トレだったり、アイデアを治療感、あたりお届けできればと思います。今回は、膝の内側が痛い。これ結構ありませんか？私たちが整体だったりとか治療やってると、膝、腰、肩もこれめちゃくちゃ多いんですよ。膝ってですね、治療家の人と話したりすると、何しても戻ってしまう。これ結構言われること多いんですよね。いわゆるこう、この場では良くなったとしても、また次来た時には痛みが起きてる。なんなら、起きた瞬間、立った瞬間、痛いみたいなね。これよくある話で、私も臨床上結構ね、最初の方でやっちゃってたんですよね。痛みが戻っちゃうの何しようかなって言って関節の治療やったりとか、いろんな治療やってたんだけど、やっぱ改善しなかった。これでですね、やっぱ膝の原理原則どういう風に動くのかってことと、膝の痛みがなんで出るのか、その中でも内側の痛みってのはちょっと特殊なんですよね。ここのしっかりした解剖学、そして運動学、そしてそこからのテクニックを今回ね紹介していきたいと思いますので、もし先生が膝の痛みで悩んでる治療家の方、もしくは膝の治療やってるんだけども改善しなくって治療が楽しくない、治療に自信が持てない、そんな先生であれば今日の動画見ていただくと自信持ってね楽しく治療できるようになりますので、ぜひね今日の動画最後見てください。はい、ですね、実際に、こう、人体模型使いながら説明していきたいと思います。で、膝のね、ちょっと解剖学少しだけ覚えてください。これを覚えると、そういうことかって納得できますんで、結論から言うと、これは、人体とか、半月板っていうところの軟部組織がありますね。これが伸ばされたり、圧迫されたりしてるっていうのが原因になっています。なので、いわゆるこの内側の痛みっていうのは何なのかって言ったら、側副人体、人体とか半月板っていうものだと思ってください。よく半月板って聞くんですけど、こうやってでも、普通に動いてて、圧迫されたりとか、怪我するとか、傷が入ったりってことはほぼないです。例えばラグビーやっててガーンって衝突しましたとかであればあるんですけど、普通の日常生活やっててここに負担がかかってくるってことはほぼほぼないと思ってください。じゃあなんでこの内側に負担がかかってくるかって説明しますね。これ覚えてほしいんですが、膝の内側にはですね、内側側副靭帯っていうのがあります。外側には外側側副靭帯ってやつがあります。この膝の中に前十字靭帯、後十字靭帯っていう2つの靭帯があって、大きく言うと靭帯で言うと内側外側、中に前十字後十字、前後左右にあるということで覚えてください。で、内側の靭帯がこれね、圧迫されちゃうのが一番メインなんですよね。どんな風になってるのかっていうと、筋膜さん出てきましてこんな風になってると思ってください。膝ってこんな感じですね。大腿骨と脛骨があると、で、お皿がありますね。ここに靭帯が内側側副靭、外側側副靭帯で、ここに前十字靭帯、後十字靭帯とあると。で、今回メインは内側側副靭帯ですね。内側の側副靭帯っていうのはまっすぐついてるわけじゃなくって、上側は後ろ、前側は前って感じで、こんな風に斜めについてるんですよね。これってですね、なんでなのかっていうと、曲げるときって膝がですね、まっすぐ曲がってるわけじゃなくて、若干内旋って言って、内側にひねってるんですよ。内旋していってます。で、伸ばすときは逆に言うと、膝を外旋、外側に足首がねじられる方向、こっちに動いてるんですよね。だから曲げるときは内旋、伸ばすときは外旋っていう、この動きをスクリューホームムーブメントって言いますね。スクリューホームムーブメントって言います。曲げるときは内側に行く、伸ばすときは外側に行く。勘がいい人はちょっと分かったかもしれません。スクリューホームムーブメントっていうのは、言った通りこう、上げたり伸ばしたりする時の骨の動きですね。これがなんでやるかって言ったら、外にひねらないといけない、内側にねじらないといけないっていう原理があると思ってください。曲がる時って何が起きるか、膝が動かないといけないんですよね。伸ばす時っていうのは膝が固定されてないといけないってことを覚えてください。なんでなのか、膝が伸びてる時立ってますよね。体重がかかってきてるんですよ。体重がかかってきてて、いろんな動きがかかってきます。なんで伸ばしてる時は安定してないといけないってことですね。安定してないと膝がグラグラしちゃいます。ですけど曲げていく時っていうのは、いろんな方にしっかり動かないといけないんで、緩まないといけないんですよね。曲げてる時に体重かかることってほぼないですから、曲げてる時よりも伸ばしてる時の方がしっかり安定してて、曲がる時っていうのは安定しないように動けるようにしていくというのがまずそもそもあると思ってください。伸ばす時はどうでしたか？外旋でしたね。外旋ってこっちにひねりますね。こっちにひねると靭帯ってどうでした？後ろから前についてます。こうなってますね。外旋すると靭帯が伸びるんですよね。ここが伸ばされるとどうなるかっていうと、靭帯が伸びてないんですよね。実際伸びてるんじゃなくって、靭帯が伸びることで中にギュッと押す力が強くなります。強くなってるってことは、この関節自体が動きにくい、動きにくいイコール安定してる状態ですね。なんで外旋すると伸展する、いわゆる伸ばすっていうのが合わさることによって、靭帯を使って膝をグッと近づけて安定させると。逆に曲げるときは内旋しますね。内旋することによって靭帯が緩みます。緩むとここの関節に隙間ができますね。隙間ができることで動きやすくなってるってのがあると思ってください。なんで靭帯はこれ外旋することで伸ばされて
ってるんですね。ここまで分かりました。金木さん分かりました。はい、非常にこの内側の側副靭帯っていうのは伸ばすときは安定してる、緊張してる、曲げるときは緩まって動くようになっているっていうのをまず覚えてください。そして内側と外側あるんですけど、内側が痛みが多いですよね。はい急に振られるんで内側が多くて外側ってあんま痛み感じないんですけど、これ何かって言ったら内側にしかない機能があるんですよ。この膝の内側にですね、骨と骨が当たると痛いので、この間に半月板って言って、こんな半月の形のものが内側半月板と外側半月板って2つあるんですよ。でここがクッション材になって、いわゆるこう骨と骨が当たって削れないようにクッション材になってくれてるね。ここにここからが重要で、この内側半月板と外側半月板ってクッション材になってるから、圧迫加わってるぞってなると痛みを感じます。膝の中でもすごく痛みを感じやすい組織が内側外側の半月板です。外側は靭帯とつながってないんですけど、内側は内側の側副靭帯と内側の半月板がつながってるんですよね。なんで緊張すると靭帯が伸ばされますね。靭帯が伸ばされると半月板が引っ張られて痛みを感じやすくなるということを覚えてください。関節の中って摩擦がない状態って言われてます。ここから何か物を滑らせたら世界一周同じスピードで戻ってくるっていう状態が、これ摩擦ゼロ、関節っていうのはその状態です。なんでそこが何か圧迫が加わってっていうのはほぼほぼ考えれません。これなんで中の半月板が傷がついちゃうか、これは内側の側副靭帯が緊張するっていうのが過度に起きる、普通よりも大きく起きることで内側の半月板を引っ張ってしまって、これで挟み込みが起きたりとか、靭帯が伸ばされてるんで圧迫が加わってしまって、圧迫が加わってる状態で動かそうとして内側の半月板が傷つく、もしくは引っ張られて痛みが出るっていう状態です。であれば何が原因か、内側の半月板っていうのが緊張を取ってあげたい。緊張がなんで出てるか、側副靭帯が緊張してるから。その側副靭帯が緊張してるのなんでか、外旋してるからですね。膝の痛みはほとんどが膝の外旋症候群から起きてるって言われてます。膝の外旋症候群って何かって言ったら膝下横脚みたいなのあるじゃないですか、あれはほぼほぼ脛骨外旋症候群ってやつが原因になってます。膝の内側が痛いってのはこれはほぼほぼですけど、大腿骨が内側に行ってる、もしくは脛骨が外旋してるっていう、この状態が起きてると思ってください。簡単に言ったら膝がこんな風にねじれてる状態で、この状態になってくると脛骨は外側に行ってる、こっちの太ももは内側に行ってる、こうすると膝下の横脚ができますね。だからなんかこの頃多くないですか、足まっすぐピッてしたらなんかここがめちゃくちゃ隙間があるみたいな、これはもう完全に膝下横脚の特徴ですね。ってことは何が起きてるかって言ったら、脛骨が外に行ってる、もしくは大腿骨が内側に行ってるっていう状態。ここまで分かっていただくと、膝の内側の痛みっていうのはこのねじれだっていうことが分かってきたなと思います。分かりました。はい、大丈夫ですか。じゃあどこ治療するべきかって話になりますね。これはここです。だいぶ飛んだなみたいな恥骨筋っていう、ちょっとね下にありますが、この恥骨筋っていう筋肉になります。恥骨筋ってなんでかって言ったら、恥骨筋ってここにありまして、恥骨っていう骨がありますね。ここからこう出てます。前側からこの大腿骨についてるので、横から見た時にこういう風についてる筋肉ですね。股関節を曲げて内側にやるっていう筋肉になります。この筋肉硬くなっちゃうと大腿骨は内側に入れますね。内側に入れるとさっき言ったみたいに脛骨が外旋する方に入ります。脛骨が外旋する方に入ってくると、さっきの内側の側副靭帯が伸ばされて半月板を引っ張っちゃって挟み込んだり傷つけてしまう原因になってしまったり、痛みが出てる原因になります。なので外旋症候群を取ってあげたい、じゃあ大腿骨を内旋症の取ってあげたい、内旋者っていうのは恥骨筋だから恥骨筋をしっかり狙っていきましょうってことですね。ここまで分かってくると膝の痛みのメカニズム、そしてテクニックが分かるんじゃないかな、狙うべきポイントが分かるんじゃないかなと思いますので、もし先生がね膝の内側痛い人はここ狙ってほしいなと思います。ではテクニックやっていきましょう。寝てもらってですね、まず左右差とかね確認してみてください。膝の曲がり方とか股関節の上がり方とかも変わってきたりします。これで見てって、で膝の痛みがある方を狙ってくださいね。まあ両方やってもらっても全然構いません。この時に狙っていただきたいんですけども、膝の伸ばした時の力とかグッと伸ばしてみて、結構ね曲がっちゃう負けちゃいますね。これを恥骨筋が緩めていってあげると、膝の元が位置に戻って力が入りやすい状態になりますね。恥骨筋なんですけど、触る場所は鼠径部ありますね。鼠径部って言って、まあコマネチってね、鼠径部ありますね。これはちょっと真ん中の部分から真下に降りてきてください。真下に降りてくるとなんかコリコリした筋肉があります痛いですかこれ挟めます、グッと。で結構ね膝が痛い人ここガチガチになってますので、ここにしっかり触ってあげてください。痛い痛いですね痛いですよねここしっかりこんな風に触ってあげてもらって、触った状態でこれ外側内側っていう風に動かしていくだけです。そんな難しくありません。動かすときは相手に外
内っていう風に動かしてもらってください。自動運動ですね。なんでこっちがやってるのは筋肉をしっかり挟んでおくって、この動きだけですね。痛いですか？はい外側、内側っていう風に動かしてあげてくださいね。これはだいたい20秒から30秒ぐらいも自動運動でやっていくって感じですね。でもしあまりにもここ触ってるのが痛い場合はタオル挟んだりとか、こんな風に触ってもらっても構いません。こんな風にサイドからギュッとね触ってもらっても構わないんで、これで動かしてくださいと。内側、外側、内、外ですね。ちょっとこっちに関してはこれでやりましょうか。自分の体をしっかり一緒に動かしながらやっていくって感じですね。痛いですか？これは優しいですね。優しいですよ、はい、そんなに痛くないですよ、うんこれでやっていきましょうってことですね。大体20秒から30秒なんですけど、もしね触ってる場所分かんなかったりとかあれば、私はもうオンライン大学とかでここに目線カメラつけながらやってるので、ぜひねそちらの方を学んでみてください。メルマガ限定で募集してるんで。でこれでね緩めてあげると、内側狙った方と外側でね結構変わってきててっていう形になりますね。あとはこう曲げた時の感覚とか曲がりやすさも変わってきますし、伸ばした時の力の入りやすさっていうのも変わってくるっていう形になりますね。なんで結構ねこの股関節でやってあげると、やっぱ膝のアライメントが戻って内側の痛みが改善したりとか結構あるので、ぜひねこの膝の外旋症候群ねじれてるだけなので、これを戻してあげる。結構膝のところをこうやっちゃうことも多いかもしれないけど、そうじゃなくって股関節を内旋させているもの、頸骨を外旋させているもの、ここをしっかり狙っていくってことがすごく大事になってますから、ぜひねこちらの方もアプローチ頭に考えながらやってみていただければと思います。ということでね、今日はこれで終わっていきますが、膝の内側の痛み、何から起きてるか分かんない戻りが多いってなっちゃうけども、しっかり解剖学知っていって運動学知っていけばちゃんと改善できることって多いですので、ぜひねこちらの方頭に入れながらアプローチやっていただければと思います。今日の話良かったなと思っていただければ、ぜひね私のオンライン大学とかもやってますので、ぜひねメルマガ限定でいろんなものを情報発信してますので、概要欄の方からチェックしていただければ嬉しいなと思います。はい、じゃあですね今日はこれで終わっていきましょう。ぜひ膝の患者さんどんどん改善してみてください。今日も動画ご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。20分終わりましたか？全然はい、触り方変えたじゃないですか。うん、実際に治療する上でのなんか基準とかってあるんですか？あ、触り方、はい、どうなったら変えようかなとか。あ、いやいや、なんか柔らかくなってきたら変えたりとかだけど、なんか見栄えがいいかなとか。はいはいはい、いや、結構あとは男性だと陰部があるんで、女性とか結構触りにくかったりするんですよ、これだと。ああ、当たっちゃって。確かに。だからこう触ってるから、こう当たっちゃうじゃないですか。うん。だから触りにくいから、こうやって触ってくると、まあそんなに当たるリスクも少ないからってので、はいはいはい、こっち側でやってもいいのかなって気がします。うん、まあ、はい、筋肉圧迫しながら動かすっていうのが大事なんで、別に手じゃなくてもいいし、何か物でもいいし、うん、何か自分で触ってもらいながらでもいいし、はいはい、何でもいいかなって感じですね。ありがとうございます。